金沢市の山野市長は、六十四歳以下の市民に対するワクチンの接種を。来月から始める方針を示しました。計画では、十二歳から六十四歳の市民の接種を十月末までに終える予定です。金沢市のワクチン接種は、六十五歳以上の高齢者のうち。五十六点八パーセントが一回目の接種を終え。十二点九パーセントが二回目の接種を終えています。山野市長は今日。 12歳から64歳の市民およそ28万3000人を対象としたワクチンの接種を10月末までに終える計画を示しました60歳から64歳の市民や基礎疾患のある人などを優先してワクチンの接種を進め来月1日以降に接種券を発送した後、順次接種を進めます 方向性をこうやって市民の皆さんにお伝えをできたというのは良かったと、ただこれを絵に描いた餅に終わらせないためにも、職員一同、また民間の皆さんのお力をお借りしながら、このスケジュールをしっかりと進めていく、そのため全力を傾けていきたいと。 なお、12歳から18歳の市民の接種についてはモデルナ社製のワクチンを使用することができるかなど国の方針に合わせて接種券を発送するとしています。